二代目、小野松也は、歌舞伎俳優。矢号は、音羽屋、門は伊達若松。本名は、井上隆一。父は六代目、小野松助。母は、元新派女優の河井森恵。祖父は、新派名脇役の春本、安尾。叔父は、大谷慶三、妹は、新派女優の春本由香。小竹エンタテインメント所属。身長178センチメートル。 意味のメンバー。名前は、次、アクセントがつく。1990年5月、5歳の時、歌舞伎座で、父、松助の襲名披露に合わせ、二代目、小野松也として、キャラ仙台萩のツール地予約で、初舞台。父、松助の襲名披露記者会見の前日に、当時の小竹会長、長山武臣の、息子はいくつになった出しちゃえ、というツルの一声で、 初舞台が決まった。以後、父、松助の血を受け継ぎ、数々の子役で、多くの賞を受ける。10代後半から20代前半は、弁天娘女談志ら波のせがれ、宗之助などの若手役や、人情話文七元血の長兵娘を七、地雷や豪傑炭話なり金庫ギャルを立つなどのお山を、中心に、父、松助が所属する、七代目。 小野菊五郎を率いる菊五郎劇団で活動してきた。2005年12月、20歳の時、父、松助が死去した。父の弟子であった三人には、何もできないから、他の方に弟子入りし直してくれて構わないと話したが、全員がこのまま、松屋の弟子となると言ってくれたという。父親から受け継いだ一番の財産が、 この三人の弟子であると考えていると発言している。父の死去後、これまでのようにゆったりと過ごしているわけにはいかないと、市川猿之助の自主公演出演をきっかけに、自らも2009年から、自主公演、挑むを、年1回のペースで継続して主催している。二十代後半からは、樹蘇が対面の蘇が五郎次生、墨田川花御所染めの間島うだ、菅原伝授手習館のトネリ桜丸、 武部玄造など立役を中心に活躍。2012年、重要無形文化財に認定され、伝統歌舞伎保存会会員となった。僕の四谷会談以降、歌舞伎と並行してミュージカルにも出演している。2016年にはミュージカル、タヌキ御殿で、また、2018年には、新幹線、RS、メタルマクベスディスク2で、主演を務めた。 2014年は、歓声な容姿と、涼やかなよく通る声を生かし、一気に開花する年となった。6月には、国運歌舞伎にて、3人、吉蔵のお坊吉蔵に抜擢され、連日立ち見が出るほどの大成功を収めた。以降、バラエティ番組にも多数出演し、知名度も大きく上がった。12月には、NHK 紅白歌合戦のゲスト審査員を務めた。 2015年1月の新春浅草歌舞伎では、中心となる花形全員が20歳代という一気に、世代交代した中で、リーダー役を務め、金本中心蔵5.6段目の早野、寛平などを演じた。課題はあるが、人年齢に近い、絵になる寛平との評価を得た。同年3月には、京都南座で、1月の新春浅草歌舞伎とほぼ、 同じ若いメンバーで1ヶ月の公演がなされ、松屋は、鳴神の鳴神商人、弁天娘女男子らなみの弁天小僧、菊之助などを演じた。また、9月には、新作歌舞伎、嵐の夜に、で、前月まで演じていたミュージカル、エリザベートのルキーニ役とは180度異なる、ヤギ名役を演じ公表を終え、これらの実績が評価され、2016年には、 第37回松尾芸能賞新人賞を受賞した。その他、2016年9月には、9月新派特別公演、で新派初出演と妹の春本ゆかとの共演を果たし、その後もディズニー映画の声優や連続テレビドラマの主演を務めるなど、ますます活躍の場を広げている。2019年1月23日、山崎育三郎、白田優とユニット、 意味を結成ユニット名は3人の名前のアルファベットの頭文字を組み合わせたものである。同年4月20日に文化村オーチャードホールで旗揚げ公演が開催されることも合わせて発表した。また、旗揚げ公演に先駆け、日本放送において特別番組が放送された。得意の歌唱を生かし、2020年の大晦日には、桃色歌合戦へ初出場。 本名の隆一は幕末の詩士、坂本龍馬から取られたもの。二代目松屋の両親が坂本龍馬が登場人物の一人であるシ派の舞台、寺田屋落とせで出会って結婚したという経緯もあって、息子に龍馬の名から一字をつけた。そのことを、両親から聞かされた松屋は、学校の授業などで龍馬の名が出ると、親戚の兄さんが出てきたような気になったと語っている。趣味は、 野球とフットサル。野球は、父の影響を受けて、読売ジャイアンツの大ファンである。小学生の頃は、軟式の少年野球チームに属し、学校や歌舞伎座に行く際も必ずカバンに、グローブとボールを入れて持ち歩いていた。現在は、歌舞伎役者や、王道具スタッフらの草野球チームに属しており、松本幸四郎率いるアダルトチームと松屋が属する、ヤングチームで、 東京ドームを借り切って対戦したこともある。その際の国家聖賞は松本白鸚が言った。フットサルでは中村七之助なども属するチームのキャプテンを務めている。市川猿之助に連れられてライオンキングを鑑賞したことがきっかけでミュージカルに興味を持つ。カラオケ等で歌ったミュージカルソングを仲間内で褒められオーディションを受けるなどするうちに蜷川幸を演出の 僕の四つ屋階段に出演する機会を得た。俳優の生田東馬は、堀越高校時代の同級生で、高校時代は、互いの家を頻繁に行き来していた仲である。中村七之助や嵐の松本潤は一学年上で、あるが、ホームルーム等が一緒だったこともあり、仲が良く、今も交流がある。大の甘党でありスイーツ好きを自称する。 2014年8月の自主公演、挑む開催時では、佐賀県及び日本橋市に制度文化研究会と、コラボレーションし、オリジナルのスイーツ、松屋プロデュース、挑む限定アデタ焼き風林あんみつをプロデュースしている。また、連続ドラマ初主演作となった、サボリーマンカンタロ郎のアメコクカンタロ郎役や、劇場アニメ、映画キラキラ、プリキュアラモードパリッド、思い出のミルフィーユ、 に登場するパティシエのジャンピエール・ジルベルスタイン役など、スイーツにまつわる役を演じる際には、役作りを楽しんでいたという。好きな耳タブを噛みたいという重度の耳フェチ。特に好きな耳タブは、外気に冷やされた時の耳タブ。軟骨の少ない柔らかい耳も好きであると、爆笑問題の日曜サンデーゲスト出演時に、語っている。ありがとうございます。